皆さんこんにちは。今日も元気に改造車紹介したいと思います。81の作業はもう結構進んでて、一応仮合わせの状態に入りました。一応前だけかな。今伸びていくのは、前回ご紹介させていただいたバンパーをこんな感じでボンと今ただつけただけの状態です。でフェンダーも一応変えてみたそうです。でやっぱりこのきっちり作られてる製品とはいえ、やっぱりこういうズレとか、あとはヘッドライトのこのズレとか、この辺を合わせる作業が、はい、まあ、マンソリーほどのやっぱりフィッティングじゃないみたいです、正直、はい、ちゃんと正直に全部お伝えします。ただこの辺とか結構あってますよね。そして重要なのは多分この辺の隙間とか、まあ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 、今パッと見た感じだとそんな悪くないと思うんですけど、あとやっぱりこのプレスラインが全部あるんで、それにいかにこう自然につなげていくかっていうところだと思うんですよね。でもちろんその位置の調整と足らないとこ足したりとかっていうのは、まあ、ある程度はできるんですけど、大きくはもちろんそのプレスラインがこうずれちゃってるとか直んないんで、まあ、そこをどれだけこう違和感なくつなげるかっていうのはかなり多分大変な作業になってくると思うんですけど、それを全部こっちもそうだし、こっちも結構ここのつなぎ目が多いんで、多分かなり大変な作業になるんじゃないかっていうことです。あ、全体的にちょっと開いてる感じなのかな。あとはこれがちょっとこう歪んでるというかねじれてる感じだ。これもどこまで修正が効くのかですけど、まあ、当然こんな塵ではあの出庫できないんで、ここはボンドボディの経験値でしっかり合わせてやってくるんだと思います。もうなんか色塗ってないですけど、やばい雰囲気が伝わるんじゃないでしょうか。そして気になるワイド具合はこんな感じで結構ワイドになっております。はい、で前回ご紹介させていただいたホイールになると、多分バチバチが、まあ、ちょっと引っ込むぐらいかなになるんじゃないかなと。で前回あの僕がインセットのところを隠して紹介したら、なんで隠すんですか、そもそも隠せてなかったんで意味ねえじゃんっていうコメントをたくさんいただいたんですけど、一応あのホームページの公式の方で公表されてないんで、まあ、ちょっと伏せさせていただいたんですけど、まあ、冷静に考えたら、まあ、隠す意味もなかったなと、はい、こんな感じでちょっとあのホイールの装着がかなり楽しみな状態でございます。そしてリアはこれからちょうどつけるところみたいです。今軽くラインを引いてここを切ろうかなってことなんですかね。さあそれではあの作業マイスターの友谷さんが今捕まえたんで、どんな感じでフェンダーが乗っかるのか。でこれ結構なんかこうラフにこう作業してるなと思ったら、ここ全部スムージングされるんですか。スムージング取れば元戻せるとかってそういう事件じゃないんですね。俺めっちゃ切るらしい。一体化するみたいです。というわけで多分、ね、あとねちゃんと乗っかねえと思う。これあ、そうなんですか。これがね、あーそういうことですか。もうそもそも切らないと乗っからない。ああ全然全然ぶつかっちゃうですね。これぐらいまでこれなんかもうフェラーリの改造じゃないみたいですよね。なんか昔あの多かったあのハイエースのあのバニングみたいな。俺ねさっき1回乗っちゃったの。なんでこんな合わないのかなと思って。あ、これがもうそもそもここにザクザクザクって入る感じなんです。そうそう。え、じゃあ本当にこれバカって切らないとじゃないですか。そうそうそう。じゃあここなんかあれですか、やって後残るようにして、どうしようかなこれマニュアルはないんですか。ないない。でくっつけたらここを一体化させるんですか、ボディと持って。そうですね、これ厚み分浮いちゃうっすもんね、うん、すげえ。だこれを綺麗に仕上げるって、じゃあ相当なんかこう経験値がないと。あ、まあでもスムージングだから。だって目が出てこないですか、パテが。大丈夫らしいです、はい、だから次回もしかしたらすごい状態のがお見せできるかもしれないです。これでいきますよ。すげえ、やばい。これはだから ここが全部なくならないと取り付けができないってことですよね。あ、だからこれ乗せて線引けばいいんじゃないですか、ピーって。だからバンバン乗っけなかったの。だからこれが今仮で残ってて、これすごいっすね。まあ確かにこれ被ってるところだから、これまあ強度関係ないっちゃ関係ないから、これホイール履くまで多分電車になっちゃいますねとてつもない作業が始まりそうです。でもこれ本当に板金屋さんって言っても相当エアロとかこういう特殊な作業慣れてる
あの板金屋さんじゃない、つけられないじゃないですか。そうね、自己修理とかの板金屋さんじゃ多分これ説明書もないですもんね。ない基本ない。外車検って。あ、そうなんです。ブラバスあるじゃないですか、一応全部。いや、そこまで大きくなると作ってくれるけど、もう本当にワンオフに近い。はい、ブラバスは基本ないもん。N ラルコはもう職人さんのスキル次第みたいです。はい、じゃあちょっとせっかくだからもう腕の見せ所じゃないですか。はい、やりましょう。頑張ります。なんとこれなんでこの段ボールにこんなのがくっついてるんだよっていう今話をしてたら、なんとこれがどうもフェンダーカットをするそのジグというかカットラインらしいです。これをフェンダーに当てて工作じゃないですかこれも。ただあの勘違いあのしてほしくないのは、通常のノビテックの製品はもっとちゃんとしたあのカットのそのラインのやつが入ってくるそうです。だからいかにこの車が本当に特殊な車かってことですよね。だからちゃんと量産されてるノビテックの製品に関してはあのもっとちゃんとしたものが入ってくるらしいです。これ切る人によってちょっと違うよね絶対。確かにちょっとフリーハンドっぽく、はい、これちょっと当ててみます。ちっちゃいっすよ。もっとここら辺まで切られるとダメな感じじゃなかったですか。いや、わかんない。だからちゃんと入ってないから。でもびっくりするぐらいフェンダーのラインは合ってます。ここは普通は伸びていく。すげえ。このぐらいなくなるみたいです。だまあまあまあこれ本当に鉄板。だちょっと斜めってるから、はい、入ったり、はい、ああここ入ってくるってことですか。その可能性ありますね。みたいです。だほぼだから伸びていくとはいえ、この N ラルゴに関してはもう本当になんか特殊でワンオフモデルみたいな。そうだ、ね、っていうことですよね。だこれをあの一時その図面出して製品化するっていうよりかはもう本当に特殊なその取り付け技術があるところじゃないとつけられないし、うん、まあくまで参考程度にこれ当てろよってことなんだと思います。ただ何も書いてなかったですね。捨てちゃうよ。何の多分参考にもならないと思うんですけど、こんな仕様になってるみたいです。そしてリアバンパーはもう早速取り外されて大手術が今始まろうとしております。そしてあとはちょっと前回ご紹介させていただいたカリナン、こちらもかなり作業が進んでるってことなんでちょっと見てみたいんですけれども、その前に隣の隣にとんでもない車を発見したんでちょっとそれをご紹介させていただきたいと思います。さあ隣の隣に止まってたヤバい車はこちらです。じゃーん、なんと AMG GT ブラックシリーズでございます。もうあの様子がちょっとおかしすぎて僕一回素通りしてええっていう、はい、そんな車です。これなんかあの話を聞いたら日本正規ルート正規、話がややこしいな、これどうしよう。正規の順番通りで行く日本第1号車らしいです、はい。まあ、ちょっと特殊な車なんであれどっかで見たなっていうなんかちょっと別枠もあるらしいんですけど、あのその辺はあのその辺精通してる人にちょっと聞いてみてください。通常ラインの日本1号車ということで、しかもこの黒、これもあの日本唯一らしいです。そして中を見るとこのクリアのガラス、これも日本唯一の仕様らしいです。でもうちょっと どっから見ましょう。ちょっとこのとんでもなくなってるところから、もうベースは当然 AMG GT なんですけど、これ前回りも全部ごっそり違うんですね。これもうグリルがだってあの本当にメヒコパナメリカーナ彼らいつもその3つの順番が分からなくなっちゃうけど、あ彼らパナメリカーナメヒコ、あのいつも出てくる白黒の写真のまんまじゃないですか。この位置と形がこれぞパナメリカーナっていう、はい、そして低い、全てが低いっす。でリップもめちゃ出てる、こんなに出てるっす。でこれ何の作業で今回入ってるかってことですけど、あの本来ここにナンバーがつくらしいですね。そもそも車を見たことないんで、あのついてる状態僕見たことないんですけど、ここに本来ナンバーがつくと。でちょっとそれおかしくねということで、これをこっちに移す作業をするみたいです。ただ当然このスターマークもありますし、リップもここが出っ張ってるんでつけらんないんじゃないかっていう話も今あります。なのでちょっとこれをどうするのか相談中みたいです。でもう最初から全部黒くなってるんですね。むっちゃかっこいい。そしてボンネット、これご覧ください。もうどうなってんのっていうめちゃでかいダクトと、これ全部カーボンなのかな。全部カーボンだね、すごっ。そしてもうほぼ
ボンネットと同じ高さのフェンダー、そしてこのダクト、そしてこの辺の造形なんかも全部違うのかな、まあ、当然フェンダーが違うんで違うのかな、でも全然詳しくないんで分かりません。詳しい方はコメントください、こうこうなってんだよっていう、はい、そしてルーフも当然カーボンで、ミラーもベースからなんか違う気がします。違いますよね。あー、これなんだっけ、もう外装の凄さに圧倒されて、どこまでが元々なのか変わってるのかすらも分かりません。そしてあの土新車ということで鍵がまだこんな感じですけど、普通の電子キーなんですよ。 AMG GT 自体が2016年からということで、まあ、それからまだ仕様が変わってないんで、このまんまの鍵らしいです。これなんかもう将来天文学的数字になりそうな気がします。他のブラックシリーズも今すごい値段になってるんでね、なんでその辺ちょっとあの今後すごいことになりそうな予感がプンプンしております。そして内装も、あ、内装はあの AMG GT っぽさがすごく残ってる。ステアリング真っ黒黒なんだね。これなんか他の車で流用できるのかどうか分かんないけど、このステアリングめっちゃかっこいいな。そしてコンソールなんかは割と面影が残ってる感じ。そしてナビなんかもついてるんですね。そして後ろもこれ今多分仮履きだよね。これこんな感じで、いかにこう普通の車用の履かせると引っ込むかっていうのが、これエンブレムとか意外にシルバーなんだね。これあのブラックシリーズの中でも一番なんか面影が残ってない。 C63 のブラックシリーズとかもなんかすごい造形になってるじゃないですか。けどあれってなんかこうまだ C63 だよねってわかるんですけど、なんか AMG GT って変わりすぎてもう何が何だかわからないぐらい変わっちゃってるという。マフラーも4本だし、こんな感じで下も全部真っ平らで、これもカーボンなんだね全部。造形がこれどうなってんの、これ出るのこうウィンってスピード出したら。で当然全部カーボンで、これアルミかな、ちょっと怖くて触れないです。そして開けます、じゃーん、すごい、全部カーボン、しかも目がでかい、めっちゃ軽い、びっくりするぐらい軽い。あ、しかもこれレザーでもなんでもないんだね、普通の布。そしてロールケージという、はあ、すげえ、こんな車が、はい、あ、そういうことか、ここね。だからすごいあの G というかダウンフォースがかかるから、ここでグッてこう、そうしないとあれか、耐えられないぐらいここがちょうど当たるのか。あ、だからここ調整できるようになって、すごい、めっちゃ軽いっす、びっくりするぐらい軽い。こんな車も入っております。そのまま終了するかと思いきや、ちょっとエンジンルーム見たいですっていうことで、まずね開け方が分かんない、これどうやったっけ。2回引きでした、はい、2回引きなんだね、びっくりした。そして開けます、じゃーん、うわすげー、何これ、全部カーボンじゃん、やばっ。そしてこの造形、え、これどうなってんの、こっから入ってこのボンネットの上に抜く造形なんですかね。へー、サリーデニザーさんです。エンジンは意外にカバーとかついてなくてシンプルで、このボンネットやばいね、これ全部カーボン、へー、ちょっとこれ走ってる姿と音を見たいんですけど、それはさすがにズズしすぎるんでやりません。はい、これあの支店からの依頼なんで、もしかしたら支店の動画ブログに出てくるかもしれないです。さあ、そしてカリナンは今こんな感じでもう早速バラバラになって、エアロの方の下処理が進んでるみたいです。で改めて見ると、この三角形のこのとんがったボンネットって、なんかこの古いクラシックなロールスから変わらないシルエットなんだなっていう、改めて思いました。確かにここに丸いフェンダーがこうついてたら、めちゃめちゃこうクラシックなシルエットじゃないですか。こんな感じになってると。でこれ前回もちょっとお伝えしてると思うんですけど、見てください、この鉄骨みたいなこの超頑丈そうなフレーム、なんかもう市販車じゃありえないでしょっていう。だからなんか普通の SUV で側だけとかそういう感じじゃないんですね、もうこの
超頑丈そうなアルミの、いやすごい。そしてここのなくなってるパーツにつくのを今作業中なんで行ってみましょう。で今聞いたらなんかちょうどマンソリーのそのロゴを入れる作業をしてるみたいです。あ、これっすか。本当ですか。あの塗装マンソリーカリナン、塗装マイスター田中さんと組み付けマイスター智也さんがこれを、これはどうなってんですか。昨日、はい、だから一回フェンダー乗っけて、はい、あ、一出しして、こちらに位置を決めて、はい、でとりあえずロゴだけ塗って、で昨日一回クリア入れて、でもう一回くるんでっていう感じで入れるんすよね。でそれは一番最後、はい、一番最後に、はい、全部フェンダーとか決めて、で最後にライン、要は純正のコーチラインでクリアで閉じてないんですよね。閉じてない、完全にその乗っかってるだけなんですよね。そうそうそう、だそれを再現するために一応その前の段階を全部済ませた状態で、ここはクリアでプルンプルンってしちゃう。ここはめちゃめちゃツヤがあるって。確かにここコーチラインと一緒の何ですか、こうクリアで包んでない完全なオープンの状態だと、確かにこの細かいラインとかちょっとこの再現できないし、ここだけはクリアで閉じちゃって、でここまで到達するのめっちゃ大変なんですよね。あのベースももちろんその研いでるし、何回も研いでクリア塗って研いでっていうの、クリアこれ何回ぐらい塗ってんじゃんっけ。これ今ね2回目らしいです。で全部平らにするんですよね、一応表面的に。でこれ今ちょうど蛍光灯塗装のブースの中なんで、これ分かりやすいと思うんですけど、このゆら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 っていうこの反射があると思います。これがいわゆるその塗装の肌だ。車によってですけど、結構その安価な車だとこれそのまま残ってますよね。そうだな。だからイギリス車のちょっと高いのとかは全部これを研いで全部平らにすると、でそれができるようにちゃんと下処理もしてると。でただのこのゆらゆらを取っただけだと、結局クリアの厚みがこうボコボコボコって不均等になっちゃうんで、まあ塗装にも良くないし、ちゃんとした深みが出ないということで、これを全部仕上げて、こっち左右両方フェンダーと、あと後ろにはバンパーも塗り上がっております。これ組むのめっちゃ緊張しますね。声がかすれてるじゃないですか。このね、ダクトとかなければいいの。あー、なるほど。中のスポンジとかがすごい。あー、やっぱり純正プラスアルファの作業をしなくちゃいけないっていうのはかなり大変みたいです。確かにそうですよね、フェンダーとか。でもあと網を入れるね。網入れるのがもうめっちゃ。あー、ここ網をつけるのがかなり大変らしいです。あとは結局もう塗り上がっちゃったやつは傷つけられないから、もう本当に養生して慎重に乗せる、その作業が今からこれから始まるみたいです。でこちらもカリナンの下側のカーボンのリップ塗るみたいです。でこれも結構もう届いた時からツヤツヤのもあるし、入ってないのもやっぱりある。でもちろんそのツヤツヤのやつでもそのさらにクリアに塗るんですよね、うん、まあ、巣穴を埋めたりだとか、はい、耐久性アップさせるために研いでクリア塗って研いでクリア塗ってっていうのを繰り返して、よりこうツヤ感と耐久性をアップさせていく。だこれってこう分かんないじゃないですか、完成形を見ただけだと、はい、よくね他の業者さん、こういうのってどうしてるんですかって聞かれるんですけど、ほんとねもう繰り返し繰り返しやってもうしっかり、だからこういう細かいところもぜひ完成した後、まあ、ショーとかで見る機会あったらぜひ見ていただきたいと思います。でこれが後ろのバンパーのところみたいなんですけど、一応ここだけカーボンが出せるようにカーボンの目が出してあるようなもうベースの下地になってるみたいです。でその全部このボディ同色になるんですけど、ここのダクトのところだけカーボン出すように、まあ、一応今、まあ、ざっくりみたいなんですけどマスキングテープ貼ってこんな感じで出るよっていうのを今ちょっとイメージ的に貼ってある状態らしいです。だからこれ結構幅あるんで、まあ、出そうと思えばもっと出せるし、逆にもっと隠すんであればこの山で切って、ここの本当に内側しかカーボン見えないようにとかっていうのも、まあ、さじ加減でできると。ただこれ貼るのもそのここに貼ってくださいねっていうのももちろんないんで、まあ、あとは職人さんの勘と経験、まあ、あとはその測ったりとかで、まあ、合わせてやっていくみたいです。だこの辺もだからちょっとこのセンスと
どれだけ細かくやるかっていうのが、やっぱりこの辺の R とか適当にやっちゃうとギザギザっていうのが出てきちゃうんで、まあ、この辺もいかに自然に処理するかっていうのが多分ポイントになってくるんだと思います。でちょっといい機会なんで塗装の裏話を僕今教えてもらったんでちょっとご紹介したいと思います。以前コメントでキャララホワイトとあとグレイシアホワイトかな、アウディとポルシェの色、カラー番号 LS9R かな、ごめんなさい間違えました、まあ、カラー番号が一緒なんですけど、それって違う色なんですか、同じ色なんですかってコメントいただいたんですけど、塗装の職人さんに聞いたら一応カラーコードが同じものに関しては一緒らしいです。ただそのメーカーによって呼び名が違うという。で今回これ F12 のボンネットらしいんですけど、これがビアンコイタリア、ただ別の呼び名もあってビアンコ富士。そうなんです、その2色っていうのは同色らしいです。だその国によってなんですか、車によって、仕様によって、まあ、ちょっとそこら辺の差し掛けが分かりません。自分で紹介しますとか言っときながらそこら辺の差し掛けが分からないですけど、塗装職人さんの視点で見るとカラーコード一緒の同じ色らしいです。ただそこの名前の名称の違いがどういう風に切り分けられてるのか分からないです。で今回のこのボンネットもその色で、ちょっとこれ修正ですかね、はい、塗り直しでやるみたいです。ただこれも全部この下処理してなんで、まあ、本当に直って帰ってきちゃったりとか、エアロの取り付けで仕上がったのだけ見るとあっという間って感じですけど、まあ、見えないところでこういう努力と、はい、うんうんうんって言っていただいてます、はい、あるみたいです。どうしてそこまで教えてくれないですか、はい、それが年式と車種によっても同じ色だけど違う、違います、はい、日本語がちょっと難しくなってきちゃってるんですけど、要はその朝食のその指示というかは全く同じ配合なんですよ、けど年式とか車種によって違いがあるんで、もしかしたらその辺の違いもあるかもしれないです。ただデータ上は同じ色ってことらしいです。というわけで今回もボンドボディの進捗をお伝えしました。次回多分かなり作業進んでそうなんでまたお伝えしたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。